マジで不安になってくんだけど、大丈夫なのこれ。バチバチ降ってんじゃねえかよ。帯広は晴れてることを祈ります。頼むよ。さあ、シムカップでございます。シムカップはね、もう3回ぐらい通ってるかな、多分。なんだっけ、二乳キャンプ場に、二乳に行ったり、トマムに行ったり、3回目はね、こうやって高速道路を通り過ぎるだけっていう、そんなオチ。そして高速道路でトマムを通り過ぎると。トマムもね、なかなかいいリゾート地だったんですけども、まあこれはまたね、いつか行きたいところなんですけども、果たしていつ行けるかどうか。あー、見えてる見えてる、ザータワーが見えてますよ。あの左手側にリゾナーレも見えるな。あの高いところのところにまた泊まりたい。一応ここは南富良野っていうことなのかな。全然南富良野とは思えないんだけど、南富良野は金山湖がある場所ですけどもね。全然そう思えない。南富良野からだいぶ進みましたけども、お、いいですね。いい平野ですよ。十勝平野っていう感じがしてきました。本当に十勝平野かどうかはよくわかんないけど、いいですね。あおっとちっち、相変わらず狭いな。やべえ、何も言うことがなくなってきた。あ、一応ここで十勝清水か。ようやく十勝清水、トカチっていうのが見えてきましたよ。とりあえずグーグル先生はここで降りろっていう風に言ってるんで、一応ここで降りてみることにします。本当にここでいいのかな。料金は2950円です。けーでこんなにすんのか、なかなかすんな。よし、左か、左に曲がれか。で、Google 先生に導かれてここまで来たんだけど、ここどこ？絶対なんだ、普通の車が通るような場所じゃないんだけどさ、どうすんの？ここどこよ？ちょっと、Google を使っても迷うっていかがなものかとは思うんだけど。いやー、やっぱりね、こういう時に頼るのは警察ですよ。警察のおかげで国道に出ることができましたからね。そしてオービスですからね。まあ国道といえばオービスですね、もう完全に。まあオービスぐらいなら、ちゃんとね、安全運転してる私ですから余裕ですよ。で、この先は目室か。で、それから南に行きゃいいんだな。というわけで、目室の市街地に入って、南を目指すことになりました。いや、なんかね、建物があると安心しますね、やっぱり。建物がないとね、本当どこ走ってるのかっていうのがさっぱり分かんなくなるからね、不安になるんだよ。こういうね、ちゃんと整備された道路を走るのがね、懐かしい気分でございます。
そしてまた続くこの広大な農道でございますよ。多分ね、北海道の地図を見た方ならわかると思うんですけどもね、この十勝平野の南あたり、だだっ広い農道がいっぱいあるところでございます。もうね、何も言うことはありません。このまま超高速でスキップいたしましょう。さーて、ここがポルシー自然公園。左に曲がって、お、もうクリ、もう到着じゃね、これ到着でしょ。ほら、見えてきた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 、よし、来たぞ来たぞ来たぞ。ここがスノーピークのキャンプ場っていうやつですよ。おお、あの看板よ。おお、いいじゃないの。いいじゃないですか。おお。ほら、奥にあれですよ。重箱が見えますよ、重箱。公式ページの写真で見た通りだわ。これじゃあね、私は、ここで一旦ね、とりあえず、ここ駐車場でいいと思うからね。はい、よし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 、じゃあ私はここでリアルアバターに着替えてちょっくらチェックインに行ってきますわ。あとね、ショップの中身も気になるんで、じゃあバイバイ。